こんにちは、ナイオンラインです。今年10億円を超える大規模な投資を考えている企業様は、今年が絶好のチャンスです。今日は補助金額が最大50億円、補助率3分の1の大規模成長投資補助金についてお伝えします。補助金額で50億、そんな美味しい話があるわけないでしょうと思われた視聴者の方もいらっしゃると思います。ですが今年の2024年、もう間もなくですね、こちらの条件に当てはまる補助金の公募開始が予定されています。それが大規模成長投資補助金です。現時点でもう運営を行う事務局も決定し、間もなく公募要領が公表されると思っております。今回は現時点で分かっている情報と対象のケースについてお伝えします。まず、大規模成長投資補助金とは、正式名称は中堅中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金です。経産省管轄の補助金となります。この補助金の主な目的は、地域の雇用を支える中堅中小企業が足元の人手不足などの課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模な投資を促進することで、地方でも持続的な賃上げを実施することです。キーワードとしては、地域の雇用、人手不足、持続的な賃上げ、こちらが挙げられて、おそらく公募要件等にも入ってくると思います。この賃上げですけれども、こちら多くの補助金において加点項目であったり、補助上限の引き上げの要件であったりして、政府も賃上げに注力していることがよくわかります。また、人手不足。この人手不足に対応した補助金が今年多く新設されています。例えば、ものづくり補助金の省力化オーダーメイド枠であったり、これから出る予定である省力化投資補助金カタログ型であったり、そしてこの大規模成長投資補助金です。では、大規模成長投資補助金の対象となる企業を見ていきましょう。現時点では従業員数が2000人以下、みなし大企業を除く中堅中小企業が対象とされています。つまり、一部の大企業を除き、国内にあるほとんどの企業が対象になっています。対象事業としては、持続的な賃上げを目的に、足元の人手不足に対応するための省力化などによる労働生産性の抜本的な向上と、事業規模の拡大を図るための工場などの拠点新設ですとか大規模な設備投資という記載が補助金の事務局を公募する際に出ていました。補助金で補助対象となるものに建物が含まれるのは、事業再構築補助金だとか、立地補助金など、数ある補助金の中でもすごい少数に限られています。ですが、この大規模成長投資補助金では、工場などの拠点新設、それが対象になりそうということで、おそらくですが、建物も補助対象と含められることが濃厚です。また、工場などとなっていますが、経産省が出した活用イメージに、物流拠点などの活用事例も挙げられていました。その工場などの用途がどこまで広げられるかはまだ未定です。こちらに関しては、公募要領に記載される内容を待ちたいと思います。こちらの補助金の補助上限額は50億、補助率は3分の1です。ただ、投資下限額が10億円以上となっているため、10億以上の投資を行うことが要件となりますが、コンソーシアム形式によって、中堅中小企業を含む複数社の合計が10億を超えれば OK です。事業期間に関しては、2026年度以内に終える事業が対象となっています。成果目標には、大規模な投資を通じた労働生産性の抜本的な向上と、事業規模の拡大によって、その事業に関わる従業員の1人当たり給与支給額が、地域別最低賃金の伸び率を超える伸び率を実現することとされています。ここまで現状わかる概要についてお伝えしました。ここからは大規模成長投資補助金のポイントについてお伝えします。最大150億円に活用可能。先ほどお伝えした通り、補助上限金額が50億円、補助率が3分の1の補助金です。マックス150億円の投資に対して活用できる可能性もあります。このことで企業は大胆な施策を実行するための強力な財政支援を得ることができ、事業の拡大や新規事業開発に必要となる資金面での課題を一部解決することが可能になります。従業員2000名以下の中堅企業も使える。この補助金の対象は、小規模なスタートアップから従業員2000名以下の中堅企業まで活用できます。中堅企業は多くの補助金で対象外となっていることも多いので、その中堅企業さんが活用できるというのも大きなポイントです。新たな補助金のため採択されやすい可能性があります。もちろん審査は厳正に行われますが、新しく作られた第1回目の公募は、申請者も事務局もおそらく様子見の部分があります。回を重ねるごとに厳格化していくため、第1回目の公募で申請するというのは、ある意味チャンスとも言えます。では、大規模成長投資補助金で導入できる設備を大体予想しちゃいます。現時点でわかる情報から、キーワードで言うと、工場等の拠点新設、省力化、労働センサー制度抜本的向上、この3つだと思います。工場等の拠点新設と書かれていますし、金額的な規模からも、建物自体への投資も補助対象となるでしょう。では、どのような設備を入れた、どのような建物が対象になるか、4つケースを考えてみました。製造業による生産工程の抜本的改革、自動化ロボットの導入や IoT 技術を活用したスマートファクトリーの構築、これにより生産性の大幅な向上とコスト削減を実現し、競争力を高めることができます。卸売業による最新設備を導入した物流センター、物流の効率化は今のビジネスでは欠かせません。最新の物流管理システムや自動化された倉庫を設置することで出荷の速度と正確性、こちらを飛躍的に向上させることが期待できます。この今お伝えした1と2の事例は、どちらも経産省が出している大規模成長投資のイメージとして記載されているので、ほぼ間違いはないでしょう。他に、ロボットや AI を用いた効率的な宿泊施設や飲食店、観光業界や飲食業界では、ロボットや AI の活用によって顧客体験を向上させるとともに、工数の省力化を図ることができます。つまり、サービスの質を向上させ、運営を効率化させるという2点を両立できるということです。複数の事業者が組んで町おこしに取り組む商業施設の新設、地域活性化に寄与する事業として、商業施設の新設とかリノベーションが挙げられると思います。補助金を活用して地域の事業者が連携し、新しい商業施設を作ることで、地域経済への貢献とともに、事業の効率化ですとか新たなマイルストーンを築くことができるでしょう。今挙げた4つの事例は現時点での予測です。対象外となる場合もありますが、幅広く活用できることを前提に、あなたの会社の成長戦略にのっとった事業計画、投資構想を練っておくといいと思います。今回ご紹介した大規模成長投資補助金は、10億を超える大規模な投資を計画、検討している中堅・中小企業にとって、事業をさらに成長させ、発展させる大きなチャンスを提供してくれます。公募の詳細が出るのはこれからですが、情報をキャッチアップしてすぐに対応できるよう準備を進めておいていただきたいと思います。内総研グループでも補助金に関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。本日は以上となります。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは、府内流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。